You can enjoy this video in high quality. Yan K.皆さんこんにちは、ジャパントラベラーのマテンローです。今回は世紀の浮世絵師歌川広重東海道53次を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。歌川広重。歌川広重は江戸時代の浮世絵師、本名は安藤重右衛門である。かつては安藤広重とも呼ばれていましたが、安藤は本姓、広重は号であり、両者を組み合わせて呼ぶのは不適切で、広重自身もそう名乗ったことはありません。江戸幕府、定火消し同心の安藤家に生まれ、家督を継ぎましたが、その後、歌川豊弘に入門。美人画や役者絵を描く浮世絵師となりました。天保2年、1831年頃から、東都名所などの風景画を手掛けるようになり、天保4年、1833年、東海道53次など、風景を描いた木版画で大人気の画家となり、葛飾北斎と庶民の人気を二分したとされ、ゴッホやモネなどの西洋の画家にも影響を与えたとされています。東海道、53次は江戸時代に整備された五街道の一つ。東海道にある53の宿場を指します。古来道中には風光明媚な場所や有名な名所旧跡が多く、浮世絵や和歌、俳句の題材にもしばしば取り上げられました。なお53次と称す場合は、東京日本橋から京都三条大橋までの道のりを指します。それではご覧ください。歌川広重の東海道53次保栄道版です。タイトルは朝の景。宿場町は出発地点の日本橋で、現在の東京都中央区日本橋1丁目付近です。タイトルは、紐で。宿場町は、品川宿。現在の東京都品川区北品川1丁目付近です。タイトルは、6号渡し船。2番目の宿場町は、川崎宿。場所は、現在の神奈川県川崎市、川崎区本町付近です。タイトルは、大の景。3番目の宿場町は、神奈川宿。場所は、現在の神奈川県横浜市、神奈川区神奈川2丁目付近です。タイトルは、新町橋。4番目の宿場町は、保土ヶ谷宿。現在の神奈川県横浜市、保土ヶ谷区、保土ヶ谷町1丁目付近です。タイトルは、元町別道。5番目の宿場町は、戸塚宿。現在の神奈川県横浜市、戸塚区戸塚町付近です。
タイトルは遊行寺。6番目の宿場町は藤沢宿。現在の神奈川県藤沢市本町1丁目付近です。タイトルは縄手堂。7番目の宿場町は平塚宿です。所在地は現在の神奈川県平塚市平塚1丁目付近です。タイトルは虎ヶ雨。8番目の宿場町は大磯宿です。現在の神奈川県中郡大磯町大磯付近です。タイトルは酒輪川。9番目の宿場町は小田原宿。現在の神奈川県小田原市本町3丁目付近です。タイトルは湖水図。10番目の宿場町は箱根宿。現在の神奈川県足柄下郡箱根町箱根付近です。タイトルは朝霧。11番目の宿場町は三島宿。現在の静岡県三島市本町付近です。タイトルは黄昏図。12番目の宿場町は沼津宿。現在の静岡県沼津市大手町付近です。タイトルは朝の富士。13番目の宿場町は原宿。現在の静岡県沼津市原付近です。タイトルは左富士。14番目の宿場町は吉原宿。現在の静岡県富士市吉原付近です。タイトルは夜の雪。15番目の宿場町は浦原宿。現在の静岡県静岡市清水区神原付近です。タイトルは、さった峠。16番目の宿場町は、由井宿。現在の静岡県静岡市、清水区由井付近です。タイトルは、興津川。17番目の宿場町は、興津宿。現在の静岡県静岡市、清水区興津本町付近です。タイトルは、美保遠望。18番目の宿場町は、江尻宿。現在の静岡県静岡市、清水区江尻町付近です。タイトルは安倍川。19番目の宿場町は府中宿。現在の静岡県静岡市葵区天満町付近です。タイトルは名物茶屋。20番目の宿場町はマリコ宿。
現在の静岡県静岡市駿河区真理子付近です。タイトルは宇都の山。21番目の宿場町は岡部宿、現在の静岡県藤枝市岡部町岡部付近です。タイトルは陣羽継立。22番目の宿場町は藤枝宿、現在の静岡県藤枝市藤枝付近です。タイトルは大井川寸岩。23番目の宿場町は島田宿、現在の静岡県島田市本通り付近です。タイトルは大井川沿岸。24番目の宿場町は金谷宿、現在の静岡県島田市金谷本町付近です。タイトルは佐与野の中山。25番目の宿場町は日坂宿、現在の静岡県掛川市日坂付近です。タイトルは秋葉山遠望。26番目の宿場町は掛川宿、現在の静岡県掛川市付近です。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか。これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。